奴らは暗殺を逃れた。全力で城を攻撃すべきだ。息をする暇を与えてはならぬ。愛子殿と隼人殿から知らせがあるまでは大砲を絶対使いはせぬ。わきまえろ無限。もっと早く情報が届いていれば今日の戦闘はなかったはずだ。不可解な問題があります。なぜ乙事大将は金沢城の支配を許されたのでしょう。愛子殿、隼人殿、生きてるよ。飛騨村で乙事の計画を聞いた。ユキはメッセージを届けなかったの？その…ユキちゃん、これがどれだけ大切か伝えたはずよ。落ち着きなされ、愛子さんよ。ユキちゃんは悪くないんじゃ。ユキ殿が任務を果たせなんだのは、窮地に陥った我らを救うべく尽力してくれと申したがゆえ。そのようなことはいい。できることをせねばならぬ。二方はおことの趣味について何が分かったのだ。やつとその部隊を飛騨から尾行した。戦闘でよく訓練された部隊だった。武器もよく手入れされていた。城を落とすぐらいやつらには造作もないことだろう。食料や軍備は揃っておりました。数ヶ月は耐えうることでしょう。また影様からの増援がすぐにあるとの話も聞いております。数ヶ月も待てぬ。準備をしろ。次の攻撃には参加してもらう。情勢を優位に変えてくれることを期待する。昇様、私には乙事の守りに関する確かな考えがあります。おそらく今後の戦いへの助けになるかと。もしその知恵が作戦に欠かせぬものというならば、愛子殿、世の力となってもらおう。残りは戦の準備だ。指令はすぐに伝える。仰せのままに、昇様。女が政治だと、バカバカしい。見なよ、いいな。また敵の後ろにつくんだ。そのようだ。昔のようじゃわい。愛子さんは一緒じゃないの？愛子殿は昇様への助言で我らを助けてくれぬか。次の戦いはとても危険ゆえ、ユキ殿は来なくてもよい。うん、私も行く。だって金沢は私の故郷だから。それに裏路地だって全部知ってるしね。お主の意志であれば止めはせぬ。では準備を整え、昇様の命令を待とう。ユキちゃん、愛子さん、そのすみません。いいのよユキちゃん。その途中でクマを見つけて血だらけで、その難しい選択だったわね。そういう場面私にもあったわ。あなたは立派な大人よユキちゃん。疑っていたこと謝らせて。愛子さん、必ず戻ってくるのよ、みんなと。はい、愛子さん。本物どもは金沢城で立てこもっておる。要塞へ侵入し内側から弱らせよ。二手に分かれ城を両側から攻めてもらう。我が幕府軍は乙事へ正面から向かう。そなたらが役人を撃てば部下の侵入もできるだろう。城内壁で道を見つけ供給庫を破壊せよ。それが終わればいかようにも乙事と対峙できる。彼の死は反乱の終わりを意味するだろう。彼は強敵だ。覚悟してかかれ。そなたらの行動が戦の契機となろう。失敗は許されぬ。
懐かしい戦術じゃな。みんな戦ってるわ。ちょっと待ってね。私は素早い。この場所、そして覚えてる。勇敢。大きなお侍さんたちの家だ。ここに住んでおったのか、ユキちゃんよ。お母さんと長くはなかったけど。ほう、なぜここを離れた。何かあったのかの。嫌なことがね。ずっと前にそうこんな感じだった。あんたんたる記憶じゃったか。すまぬ、忘れてくれ。城へ向かおうかの。私ならできる。素早く、やつら素早く。死は決まる。ママ、聞いておくれ。お前は銃を使っていた。すぎるわ。何か聞こえたぞ。紛らわしい風だ。私ならできる。さあ。行け。うるさすぎるわ。この場所聞かないようにしない。覚えてる。大きなお侍さんたちの家だ。ここに住んでおったのか、ユキちゃんよ。お母さんと長くはなかったけど。ほう、なぜここを離れた。何かあったのかの。嫌なことがね。ずっと前にそうこんな感じだった。あんたんたる記憶じゃったか。すまぬ、忘れてくれ。城へ向かおうかの。私は捕まんないわよ。私は素早い、そして勇敢。仕事しない。クマ、聞いておくれ。出番じゃ。さっさと行けよ。引きつけるんじゃ。これは何だ。はい。クマは。よし、行くんじゃ。もういつくま、出番じゃ。さあ、よし、行くんじゃ。クマは、行け。吠えろ、十分じゃ。メロディ、行こうよ。まあ、聞いておくれ。よし、行くんじゃ。気を引くんじゃ。なんだ、あれもいないな。逃げ。コソコソの目が鳥の声。今よ。さあ、手に入れたわ。何もない。止まれ。上様の仰せの通りに。ゆきゅうが欲しい。上様の仰せの通り。
外しはせん。塔にはもう登らん。じゃがもう無理じゃ。足を使うかの。やったぞい。肋骨にしみるの。火、煙、黒い灰。オッケー、あと少しだが。空気が汚い。素早く、鋭く。ユキちゃんや、そこを出てからは膝につく、首はぐさ、奴らからは見えない。妹を狂わせよ。やったぞい。動くのがよかろう。心配なさんな。あと少しだから。素早く。外しはせん。もう登らん。クマ、引いて出番じゃ。そろそろ行かない？はい。奴らからは見えないのよ。うるさすぎるわ。引かないようにしないと。死は気まぐれ。足を。よし、やったぞい。じゃあな、もう無理じゃ。昔を思い出すの。クマ、出番じゃ。ここにいるわ。はい、ここよ。早く。ユキちゃんや、そこを出てからはどうしてたんじゃ。なんで、なんで知りたいの。いかにしてお前さんがものを学んでいったのか気になっての。人から学んだのもあるし、そうじゃないのもある。もし教えてくれる人がいなかったら。なれば自らで自らを教えればよい。見て、学び、己に問い、己で解を出す。どうじゃ。はい。ねえ、年には勝てんわい。期待に応えてみせます。クマは、行け。この名を仕方を覚えておけ。素早く。膝はつく、首はぐさ。逃げちゃダメでしょ。素早く。へっ、ひどいじゃん。うん、は
奴らを止めてみせる。新しい命がある。期待に応えてみせます。へっ。私は素早いネズミの歯。膝はつく、首はぐさ。我らは過労素早く耳を塞いでね。あと少しだから。バーン。任務を続けろ。ユウの叫び。仰せの通りに。やめて、お願い。小刀さん、起きてよ。新しい命がある。はい、オッケー。答えてみせます。素早くネズミの歯、鋭く。膝はつく、首はぐさ。うるさすぎるわ。聞かないようにしないと。私は捕まんないわよ。時こそ大切じゃ。火、煙、黒い灰。素早く。膝はつく、首はぐさ。まだ必要とされておる。撃つのは好きじゃないの。すっごいうるさい。もう一度戦うんじゃ。肋骨にしみるの。気をつけてね、殺しちゃダメ。ふっ、素早く。逃げちゃダメでしょ。ああ、もちろん。朝になるときつい。うん、位置についたわい。素早く、勇敢に。見えないでしょ。あと少しだから。うん、早く。みんな戦ってるわ。足を使うかも。やったぞい。役人を倒したぞい。敵の士気は弱まっている。進撃だ。別の役人が倒された。忘れるぞ。ここだ。危なかったな。無理だ、忍び足。通りすがりのものだ。早速戦闘か。誉れある戦だ。直ちに。この辺りはどうも慌ただしい。再び共に困難へ立ち向かうことになりましたな。あんたと働くの割と嫌いじゃないですか。それは光栄な話だ。No, no, no.
は警戒だ。どうせ捕まってる。大砲に注意。迅速に動け。動く。通りすがりの者だ。我らはくじけはせん。急がねば。勝利は我らのものだ。時間の無駄だぞ。なんてことはない。この辺りはどうも慌ただしい。再び共に困難へ立ち向かうことになりましたな。あんたと働くの割と嫌いじゃないぜ。それは光栄な話だ。手に入れた。見つかるな。もうすぐだ。ギリギリだぞ。聞こえるか？どこだ？どこかに隠れて。弾はこれで手裏剣か。はい。早く。そうだ。計画通りにしよう。いいだろう。迅速に動け。冗談はほどほどにしろよ。ギリギリだぞ。行くぞ。大砲に注意しろ。危なかったな。移動剣術。見つかるな。迅速に動かねば。栄光のために戦だ。失敗は許されない。上様のために、名誉のために。上様のための刃、我らの出番だ。これは何にもなりはせんぞ。立ちかぜ。直ちにそこに向かう。刀を使わねば。いそ大将。直ちに。
死に立ち向かえ。応接か待つ、うんうん、良い戦略だ。我らは勝利を収めるであろう。戦わせておけ。なんてことはない。忍び足、撃たれるなよ。終わりだ。通りすがりのものだ。暗闇に隠れているのは分かる。すっごいうるさい。ギリギリだぞ。早く。なんてことはない。俺が音を立てる。栄光が待っとる。怠けちゃダメよ。もうすぐだ。早く大砲に気をそらさないと。早速戦闘か。我らには明日がある。戦だ。戦争などどこでも同じだ。気をそらさないと。なんてことはない。俺が音を立てる。通り失敗は許されない。外壁はさほど遠くない。では死に望むとするか。無限、聞かせてくれ。なぜいつも死を求める。名誉の死はそれほどまでに大事なものなのか。上様に仕える者として当然のこと。隼人殿も拙者と同じでは。いや、俺はただの雇われ傭兵に過ぎん。主とは違う。勝利は我らのものだ。早く。早速戦闘か。我らはくじけはせん。我らの出番だ。真っただ中だ。そうだ。なんてことはない。困難が待ち受けておるぞ。人通りが多いな。一撃、うん。見回りがあちこちにいる。もうすぐだ。通りすがりのものだ。撃たれるなよ。報告するんだ。俺が音を立てる。応接かまって。近道を探そう。行くぞ。大砲に注意しろ。通りすがりのものだ。そうだ。ピストル準備完了。早速戦闘か。さあ行くぞ。行くぞ。大砲に注意しろ。危なかったな。仰せの通りに。火縄銃準備完了。迅速に動く。弾は込めて使える。何か考えはないか。準備完了。止まれ。
危なかった。時間厳守だ。時間の無駄だぞ。迅速に動かねば。名誉のために我らの出番だ。ここは危険だ。気をそらさないと。大砲に注意しろ。名誉の死ならばそれもまた。そうだ、新しい命令だ。また前線にいる。急がねば。失敗は許されない。はあ、酒か。酒に飲まれよ。我慢できんだろ。戦わせておけ。なんて安いぞ。瓶をもらってるのはやつか。早速戦闘か。我らの運命は我らが決める。勝利は我らのものだ。気をつけろ。危なかったな。見つかるな。移動中なんてことはない。動くぞ。もうすぐだ。計画通りにしろ。通りすがりのものだ。行くぞ。報告だ。近くにいるな。後ろの底か。外壁はさほど遠くない。では死に望むとするか。無限、聞かせてくれ。なぜいつも死を求める。名誉の死はそれほどまでに大事なものなのか。上様に仕える者として当然のこと。隼人殿も拙者と同じでは。報告するんだ。上様に仕える者として当然のこと。隼人殿も拙者と同じでは。いや、俺はただの雇われ傭兵に過ぎん。主とは違う。名誉のために直ちにそこに向かう。報告せよ。お前は銃を使っていろ。王子隠れの術。ピストル準気をそらさないと。見つかるな。誉れある戦だ。胸のある敵だ。失敗は許されない。逃げられないぞ。今のは聞いた。準備完了。計画通りにしろ。任務を続けろ。人通りが多いな。動くぞ。早速戦闘か。すっごいうるさい。おお、懐かしい旋律じゃな。手元を狂わすなよ。待っても無駄だな。栄光が待っておる。真っただ中だ。
名誉の死ならばそれもまたよし。報告するんだ、期待に応えてみせます。急がねば、向かっているぞ。我らの出番だ。風切っ主砲、戦だ。我らには明日がある。栄光のために。急がねば、栄光が待っておる。上様のために向かっているぞ。栄光のために、上様のために。上様の仰せの通りに。主砲、まだ待っておる。あれはなんだ。仰せつかまつる。急がねば。持ち場を離れたんだ。ここで待つのはよそう。隠れてるのか。手裏剣を使う。人はいるか。我らは成功するよ。敵があちこちにいる。迅速に動け。刃が血を欲しがっている。近道を探そう。通りすがりのものだ。ギリギリだぞ。おとりが必要だ。見回りがあちこちに。何もないな。戦争などどこでも同じだ。か、我らの出番だ。ここだ。酒に飲まれようか。我慢できんだ。戦闘か。手裏剣、あとで取り返さねば。この名をしかと覚えておけ。直ちに。良い戦略だ。名誉のために。拙者は反対だ。まあ、ただ中だ。見つからない。手に入れた。忍びやし。危なかったな。終わりだ。動くぞ。用事隠れの術。誉れある戦だ。急ぐぞ。上様のための刃。あ、今のは、骨のある敵だ。死に立ち向かえ。急ぐぞ。我らはくじけはせん。戦だ。おとりが必要だ。お前は銃を使っていろ。酒に飲まれよ。我慢できんだろう。我らには明日がある。刀を使われ。死に立ち向かえ。
急がねば。上様のために直ちに。待って、俺が音を立てる。撃たれるなよ。大砲に注意しろ。気をそらさないと。名誉の死ならばそれもまたよし。なんでもないぞ。失敗は許されない。風切り。直ちにそこ。急ぐぞ。我らは勝利を収めるであろう。馬鹿げておる。無理だ。もうすぐだ。手裏剣術。せいせいせい。伏せろ。迅速に動け。いいだろう。我が命、上様に捧げようぞ。戦略だ。戦わせておけ。素早く。なんてことはない。移動中。早く。計画通りにしろ。終わりだ。危なかったな。迅速に動け。俺が音を立てる。戦はまだ終わっておらん。上様のために。勝利は我らのものだ。名誉のために。ここは危険だ。移動中。通りすがりのものだ。大砲に注意しろ。素早く。早速戦闘か。撃たれるな。なんてことはない。気をそらさないと。迅速に動かねば。行くぞ。終わりだ。迅速に動け。幼児隠れの術。我らは成功する。上様のために。直
何か失敗は許されない。紛らわしい風だ。死に立ち向かえ。向かっているぞ。直ちに一撃、うん、ただのかすり傷だ。気をつけろ、行くぞ。計画通り。我らの運命は我らが決める。直ちにそこに向かう。急がねば。聞こえたような。我らは我らは成功するために急がねば。紛らわしい風だ。まったくな音を立てる。早く。我らの運命は我らが決める。栄光のために。良い戦略だ、うんうん、上様の、うん、死が訪れた。これで鎧も貫ける。一撃、さらに進撃だ。進め、将軍のため。向かっているぞ。ここだ。大砲に注意しろ。気をそらさない。幼児隠れの術、戦争などどこでも同じだ。刀を使わせない、うん、名誉と共に死ぬがよい。我らの出番だ。名誉のために。さあ行く。俺が音を立てる。終わりだ。時間厳守だ。一撃大将上様のための刃終わった。無駄にする時間などない。通りすがりのものだ。我が名は大城無限。ここなら安全だとでも思ってるのか。時間厳守だ。時間の無駄だぞ。直ちに何か聞こえたような。ここで待つ。俺が弟。まだ準備はできていない。あの音は幼児隠れの術。何でもないぞ。まだだ。油断するでない。気を散らして。我らの出番だ。栄光のため。上様のために。真っただ中だ。我らは成功する。上様、うん、勝利は我が様。骨のある。困難が待ち受けておるぞ。急ぐぞ。何か聞こえたような、うん、栄光の上様のために。急がねば。失敗は許されない。向かっているぞ、うん、死が訪れた、うん、直ちにそこに。我らの出番だ。進め、将軍のため。直ちに。待っても無駄だな。誉れある戦だ。大事な時じゃのう。手元を狂わすなよ。そろそろ行かない。私は素早い、そして勇敢。最後の質問じゃ、ユキちゃんよ。わしはどうやって銃の音を消したと思う？それはそうだね、うん、
隠れているのは分かっている。そんな難しいこと分からないよ。人生とは素晴らしい先生じゃよ。じゃが人が指導してくれた時にしか分からぬものもいくつかある。わしの手ほどきを受けてみるかのう、ゆきちゃん。つまり先生ってこと？それがお主の望みならのう。本当？はい、教えてほしいです。戦場で弟子ができるとは思わんかったの。今よ、ネズミの歯。やつらを止めてみせる。いいえ、うん、早く近道を探しましょう。やめて。空気が。ああ、もちろん。汚い。小がね。膝はつく。ネズミ、ここは立ち入り禁止だ。大事な時じゃのう。やつらは上だ。攻撃してるぞ。ネズミの歯。私は素早い、そして勇敢。素早く、私は捕まんないわよ。素早く、膝は。ネズミの歯。膝はつく。首はぐさ。ネズミの歯。空気が汚い。見えないでしょ。今よ。オッケー、素早く。膝はつく。首は。近道を探すの？バカ。逃げちゃダメでしょ？はい。どこに行ったんだ？冗談はほどほど。私ならできる。叫び。バーン。小刀さん、起きて。外しはせん。足を使うかの。来ておる。行きましょう。来ておる。あと小刀さん。
めてみせる。こうじゃないわよ。ジャンプして登るの。見えないでしょ。近道を探すの。オッケー。逃げちゃダメでしょ。いいえ、うん、近道を探しましょう。近道を探すの。赤、素早く鋭く。ちょっと待ってね。私ならできる。いないよ。私は捕まんないわよ。うるさすぎるわ。聞かないようにしないと。うん、早く素早く。私は素早い。そして勇敢。オッケー。そうだな。奴らを止めてみせる。素早く。私ならできる。小刀さ。奴らからは見えないのよ。素早く鋭く。うん、早く。あと少しの課題でね。竜の叫び。小刀さん、残業とはな。見えないでしょ。今よ。私は捕まんないわよ。見つけてやるからな。どこだは分かってるんだ。逃げられないぞ。もちろん。そろそろ行かない。奴らからは見えないのよ。今よ。あと少しだから。冗談はほどほどにするのだ。時こそ大切じゃ。別の道がある。うん、位置についたわい。うん。
あの時みたい。うん、早く。奴らを止めてみせる。素早く。私は捕まんないわよ。小型。膝は首はぐさ。ネズミの歯。なんだ。膝はつく。オッケー。戦は忘れてはなかった。逃げ、都市には勝てんわい。まずいわね。見えないでしょ。まだ必要とされておる。昔を思い出。宗教で足を使うかの。いい武器じゃ。手元を狂わすなよ。準備完了。空気が汚い。外しはせん、やったぜ。私ならできる。そこにはいけないでしょ。おっことの兵ではないのですね。この鍵を開けておいた。しかし昇る様が城を強襲し終わるまではここにおられよ。わかりました。おっことと戦うときはお気をつけください。奴を倒すには真の侍の力が必要です。火、煙、黒い灰。逃げちゃダメでしょ。近道を探すの、バカ。外しはせん。中距離、以前なら大したことではなかったんじゃが。私は素早い。そして流星。時こそ大切じゃ。気をつけてね。今よ。ネズミの歯。素早く。やつらからは見えないのよ。おそらく足を使うかの。やったぞい。さっさと行くぞ。そうだな。ああ、もちろん。すぐだから。え？こそこそのメロディー。ちょっと待ってね。空気が。汚い。
ちゃんと巻いてるわ。メロディー、行こうよ。嫌な、素早く、鋭く。うん、膝はつく。できないってば、バカ。鳥の声、逃げちゃダメでしょ。なんでもないな。素早く。藪の中を張ってるのか。私は捕まる。私のよ。砲撃は見よ。来ておる。来ておる。朝になるときついじゃろうな。ああ、急ぐべきじゃ。もう一度戦うんじゃ。ああ、すぐに行くわい。良き導きじゃ。準備完了。奴らを止めてみせる。常に用心しておるよ。いい武器じゃ。怠けちゃダメよ。あと少しだから。うん、早く。小型、最後の一発。うるさすぎるわ。聞かないようにしないと。見えないでしょ。私ならできる。死は手元を。やったぞい。登録飛や。足を使うかどうか。やったぞ。うん。まずいわね。奴らからは見えないのよ。今よ。素早く。こそこそのメロディー。メロディー、行こうよ。戦は忘れてはなかった。大したことではなかったんじゃが。時間の無駄だぞ。直ちにそこに向かう。見回りがあちこちにいる。準備完了。奴らを止めてみせる。私ならできる。私は素早い。そして大事な時じゃのう。手元を狂わすなよ。肋骨にしみるの。気をつけてね。こそこそのメロディー。待ってね。うるさすぎるわ。引かないようにしないと。見えないでしょ。
は捕まんないわよ。逃げちメロディー、行くわよ。鳥の子今ダメよバカ。うん、早く。風だろう。オッケー。あと少し、こそこそのメロディー。いい場所だわ。なんだ？はい、素早く、素早く、はい。準備しろ。油断するでない。失敗は許されない。栄光のために。急がねば。死に立ち向かえ。我らは勝利を収めるであろう。名誉のために。これで鎧も貫けるぞ。恐ろしい武器を。向かっているぞ。戦だ。主砲、急ぐぞ。人殺しめ。直ちにそこに向かう。良い戦略だ。お前は銃を使っている。老人隠れの術。早く。俺が音を立てる。我らはくじけはせん。勝利は刀を使われば我らのものだ。また前線にいる。弾は込めて使えるぞ。撃たれるなよ。我らでこの戦を終わらせようぞ。険しすぎるぞ。急がねば。上様のために。我らは勝利を収めるであろう。栄光のために。人通りが多いな。行くぞ。素早く。計画通りにしろ。もうすぐだ。忍び足。俺が音を立てる。迅速に動け。我らには明日がある。失敗は許されない。我らの出番だ。良い戦略だ。上様、終わった。なんだ。ここだ。手裏剣を使う。
手に入れた。ギリギリだぞ。誉れある戦だ。勝利は我らのものだ。いい思い。急ぐぞ。直ちにそこに向かう。は、我らの出番だ。いけないな、手裏剣術。我慢できんだろう。手裏剣、準備完了。せっ、いや、もらった。移動中。ふ、ギリギリだぞ。油断するでない。ここで待つのはよそう。幼児隠れの術。終わりだ。早速戦闘か。気をそらさないと。火縄銃準備完了。ピストル準備完了。手裏剣術、俺が音を立てる。我が名は急がねば大城無限。勝利は我らのものだ。失敗は許されない。なんでもないぞ。気をつけろ。幼児隠れの術。名誉の死ならばそれもまたいわ。向かっているぞ。撃たれるなよ。我らはくじけはせん。我らは風か。勝利を収めるであろう。大将。ここは危険だ。気をそらさないと。迅速に動かねば。あぜきり。我らの出番だ。ふっ、やらぁ。迅速に動かねば。上様のために。我らは勝利を収めるであろう。注意して。抵抗が待っておる。我らの出番だ。やろう。終わった。いっそ向かっているぞ。無駄にする時間などない。見つかるな。やはり分からぬ。名誉にいかほどの価値があるというのだ。そんなものが命の代わりになどなればと。貴殿はなぜこの混沌へ拙者についてくる。金欲しさゆえか。いや、俺は責務を持ち、責務に生きるが人のあるべき姿と言えよう。何も拙者の使命を理解せずとも構わぬ。だが己が使命はしかと心に抱かれよ。さあ行くぞ。ギリギリだぞ。名誉と共に死ぬがよい。勝利は死に立ち向かえ。もうすぐ入れそうだ。やはり分からぬ。名誉にいかほどの価値があるというのだ。そんなものが命の代わりになどなればと。貴殿はなぜこの混沌へ拙者についてくる。
金欲しさゆえか。いや、俺は責務を持ち、責務に生きるが人のあるべき姿と言えよう。何も拙者の使命を理解せずとも構わぬ。だが己が使命はしかと心に抱かれよ。勝利は我らのものだ。やはり分からぬ。名誉にいかほどの価値があるというのだ。そんなものが命の代わりになどなればと。貴殿はなぜこの混沌へ拙者についてくる。金欲しさゆえか。いや、俺は責務を持ち、責務に生きるが人のあるべき姿と言えよう。何も拙者の使命を理解せずとも構わぬ。だが己が使命はしかと心に抱いた。無駄にする時間などない。やはり分からぬ。名誉にいかほどの価値があるというのだ。そんなものが命の代わりになどなればと。貴殿はなぜこの混沌へ拙者についてくる。金欲しさゆえか。いや、俺は責務を持ち、責務に生きるが人のあるべき姿と言えよう。何も拙者の使命を理解せずとも構わぬ。だが己が使命はしかと心に抱かれよ。名誉か。責務を持ち、責務に生きるが人のあるべき姿と言えよう。何も拙者の使命を理解せずとも構わぬ。だが己が責務を持ち、責務に生きるが人のあるべき姿と言えよう。何も拙者の使命を理解せずとも構わぬ。だが己が使命はしかと心に抱かれよ。戦だ。急ぐぞ。一撃。名誉と共に死ぬがよい。失敗は許されない。名誉のために良い戦略だ。勝利は刀を使って骨のある敵だ。我らは勝利を収めるであろう。向かっているぞ。見回りがあちこちにいる。もうすぐだ。手裏剣準備完了。素早く。大事な時じゃのう。鳥の声。危なかった。気をそらさないと。俺が音を立てる。計画通りにしろ。我らには明日がある。我らの出番だ。直ちに死に立ち向かえ。立ち風。人殺し。急がねば。
急ぐぞ。危なかったなんてことはない。手裏剣準備完了。通りすがりの者、手裏剣術忍び足、手裏剣を使う。大砲に注意しろ。迅速に動け。素早く。何か考えはないか。おい、おい、気をつけてね。攻撃は見よ。足を使うかの。撃つのは好きじゃないの。うん、早く今よ。私ならできる。逃げちゃダメでしょ。鳥の声、うるさすぎるわ。聞かないようにしないと。耳を塞いでね。マナさん、メロディー、行くわよ。素早く、鋭く。真っただ中だ。手元を狂わすなよ。はい、やったぞい。ここは危険ね。任せて。オッケー。私は捕まんないわよ。奴らを止めてみせる。ああ、もちろん。位置についたわい。すっごいうるさい。こそこそのメロディー。メロディー、行くわよ。ここにいるわ。こそこそのメロディー。火、煙、ちょっと待ってね。黒い足は鳥の声。誰だ。紛らわしい風だ。手に入れたわ。素早く。難しすぎるね。うん、早く。手に入れたわ。見えないでしょ。今よ。奴らからは見えないのよ。私は素早い、そして勇敢。バーン。素早く勇敢に。ちょっと耳を塞いでね。まだ必要とされておる。朝になるときつい。手元を狂わすなよ。やったぞい。足やったぞい。戦はまだ終わっておらん。私は捕まんないわよ。さあ行くぞ。早速戦闘か。迅速に動け。撃たれるなよ。忍び足。誉れある戦だ。時間の無駄だぞ。後ろにおられるか。ああ、ここだ。ここじゃよ。ユキちゃんもじゃ。よし、急ぎ供給庫を破壊いたそう。戦だ。向かっているぞ。一撃。今のは聞いた。立ち入り禁止だ。
いい場所だわ。手に入れたわ。うん、ここで待つのはよそう。行くぞ、うん、素早く。早速戦闘か。死が見ておるぞ。急がねば、上様のために。戦だ。見回りがあちこちにいる。気をつけてね。うん、うん、早く。鳥の声、メロディー。また前線にいる。計画通りにしろ。迅速に動け。見つかるな。行くぞ。素早く。紛らわしい風だ。もうすぐだ。手裏剣を使う。戦は忘れてはなかった。空気が。はい、私は素早い。そして勇敢。私なら敵って勇の叫び。バーン。耳を塞いでね。まだ必要とされておる。動くのがよかろう。お前は銃を使っていろ。最後の一発。ここにいるわ。ほら行け。もうあまりないぞ。あの時みたい。スケップ見かけたか。気をつけ。じっとしてて。火、煙、黒い灰。栄光のために。恐ろしい武器を。後ろにおられるか。ああ、ここだ。ここじゃよ、ユキちゃんもじゃ。よし、急ぎ供給庫を破壊いたそう。年を取ったかね、無限殿よ。おのこにとって年を重ねるは誇り。貴殿が何よりの証。賢い言葉じゃ。うん、賢いぞ無限殿よ。うん。私は勇の叫びよ。耳を塞いでね。反乱軍は軍備を失った。今こそ好機。乙事との戦いの覚悟を決めようぞ。通りすがりのものだ。時間の無駄だぞ。動くぞ。撃たれるなよ。移動中。大砲に注意しろ。常に用心しておるよ。ああ、すぐに行くわい。風か。手元を狂わすなよ。名誉の死ならばそれもまたよし。準備完了。素早く。見えないでしょ。逃げちゃダメでしょ。うるさすぎるわ。
聞かないようにしないと。我らの出番だ。ここは危険ね。我らで直ちにこの戦を終わらせようぞ。勝利は我らのものだ。名誉のために。直ちにそこに向かう。おとりが必要だ。よい、いい思い出だ。そうだな。失敗は許されない。酒に飲まれよ。ここだ。我慢できんだろう。準備完了。時間厳守だ。瓶を持っとるのはや上様のための刃。戦だ。なて、よし、行くんじゃな。さあ、クマは？そうだな。無駄にする時間などない。近道を探そう。道を探さなければ。俺が音を立てる。何か考えはないか。道を探さなければ。迅速に動け。移動中。撃たれるなよ。危なかったな。気をそらさないと。計画通りにしろ。終わりだ。通りすがりのものだ。用事隠れの術。止まれ、ある戦だ。名誉のために。戦だ。名誉の死ならばそれもまたよし。今か、我らを散らしちゃいかん。勝利を収めるであろう。直ちにそこに向かう。直ちに死に立ち向かえ、風切り。敵があちこちにいる。手裏剣術。手裏剣、準備完了。気をつけてね。コソコソのメロディ。はい、ここよ。俺が音を立てる。大砲に注意しろ。すぐだ。応戦中。ないぞ。我らは成功する。急がねば。我らの出番だ。良い戦略だ。人通りを逸らさないと。素早く。我らはくじけはせん。今の名誉のために。ただのかすり傷だ。
我らは成功する。我らは勝利を収めるであろう。栄光が待っておる。栄光のために直ちにそこに向かう。今のは何だ。侵入者だ。幼児隠れの術。移動中火縄銃気をそらさない。困難が待ち受けておるぞ。直ちにそこに向かう。我らは勝利を収めるであろう。そうだな。は？まっただ。俺が音を立てる。戦はまだ終わっておらん。上様のための刃、一撃。今の音なんだ。かけれ。我らは成功する。おとりが必要だ。時こそ大切じゃ。足を使うかのう。肋骨に時間が向かっているぞ。失敗は許されない。栄光のために。直ちに名誉のために。急ぐぞ。上様のために。いい思い出だ。酒一杯ってのもいいな。ここだ。幼児学園の移動中。弾は込めて使えるぞ。通りすがりのものだ。動くな。すっごいうるさい。ここで待つのはよそう。あの時メロディ、行くわよ。待っても無駄だな。行くぞ。撃たれるなよ。危なかった。そろそろ行かない。逃げちゃダメでしょ。今よ。素早く。オッケー。空気が汚い。侵入者だ。逃げろ。招待する。まだ花火の用途されたぞ。足を使うか。中距離。位置についたわい。我らには明日がある。ここで待つのはよそう。用事が計画通りにしろ。常に用心しておけ。困難が待ち受けておる。向かっているぞ。良い戦略だ。もうない。栄光のために。我らは勝利を収めるであろう。まっただな。俺が音を立てる。早く。助けてくれ。大砲に注意。
どうするだ。終わりだ。弾は込めて使える。時間だ。何かしら。外しは全。これのある敵だ。心配なさ。時間の無駄だぞ。俺が音を立てる。そうだ。油断するでない。向かっているぞ。大将。急がねば。直ちに急ぐぞ。真っただ中だ。王子が来るの。我らでこの戦を終わらせようぞ。上様の、うん、死に立ち向かえ。危なかったな。死が見ておるぞ。無駄にする時間ならない。困難が待ち受けておるぞ。失敗は許されない。まあ、我らは勝利を収めるであろう。上様のために。何を待っている。なんてことはない。迅速に動かねば。この名をしかと覚えておけ。直ちにそこに向かう。時間厳守だ。敵があちこちにいる。準備完了。はい。素早く鋭く。空気が。ああもちろん。汚い。動くのがよかろう。ああ急ぐべきじゃ。朝になる。ダメじゃよ。ああすぐに行くわい。塔にはもう登らん。うん、昔を思い出すの。素早く勇敢に。まだ必要とされておる。見えないでしょ。戦争など栄光のために。気をつけろ。撃たれるなよ。あの時みたい。みんな戦ってるわ。さっさと行くぞ。肋骨にしみるの。幕府の刺客どもめ、奴らの匂いがまだ残っておる。軍備を破壊し、次は私に歯向かうか。みんな位置に疲れよ。タクマ殿、貴殿は甲子へ向かっとるぞい。ハヤト殿、ユキ殿、行くか。はい。舞台を取れ。影様からの増援が来るまで耐えるのだ。虫けらどもに真の侍の怒りを見せてくれよ。反乱をこれにて終焉へと導く。差は忘れてはなかった。うん、位置についたわい。見つけたら撃て。わしの足じゃ外しはせん。逃げ、年には勝てんわい。相手にならん。まあ聞いておけ。手元を狂わすなよ。お前は銃を使っていろ。バカめ、貴様らの首を影様へ差し上げよ。影様が来る。それ我らでこの戦を終わらせようぞ。すぐだから。さあ行くぞ。今よ、メロリー。行くわよ、鳥の声。この辺にいるんだぞ。奴らからは見えないのよ。ここは危険だ。なんてことはない。はい、ここよ。うるさすぎる。ちゃんとこそこそのメロディー。蛇のように。すっごいうるさい。嫌なサプライズ。
メロディー。見つけたら撃て。行くわよ。ためらうな。俺の仕事だ。奴らを止めてみせる。愚か者と思ってるようだな。茂みに隠れているのか。私のよ。我らには明日がある。勝利は我らのものだ。油断するな。増援はすぐに届く。相手にならんぞ、クズめ。見回りがあちこちに忍び足。見つかるな。通りすがりのものだ。蛇のようにもうすぐだ。つけたら撃て。素早く手裏剣術。せろ。手に入れた。危なかったな。大砲に注意しろ。け早く我が命上様に捧げようぞ。戦略だ。急がねば。我らの出番だ。ここで待つのはよそう。ギリギリだぞ。移動中撃たれるなよ。皆の者集中しろ。その辺にいるんだぞ。大砲に注意しろ。王子学園の術。早速戦闘か。早く。もらった。俺がいた。我らは成功する。勝利すがりのものだ。時こそ大切じゃ。覚悟せい。宝禄飛矢。侵入を許すな。我らはくじけはせん。直ちに戦だ。良い戦略だ。死に立ち向かえ。増援はすぐに届く。直ちにそこに向かう。首を影様へ差し上げよ。臆病者はそのまま腐ってしまえ。大事な時じゃのの。抵抗が使われておる。集中しろ。その辺にいるんだぞ。上様のために。見つけたら撃て。でもやったぞい。我らの運命、勝利は我らが決める。我らのものだ。撃つのは好きじゃないの。死に気まぐれ。なんてことはない。その首かきる。おそらく近道を見つけるべきだ。見つけたら来ておる。来ておる。年には勝てんわい。もう花火の戦いはできたぞ。蛇のように隠れおって。位置に着いたわい。名誉の死ならばそれはまたよし。我らの出番だ。さっさと計画通りにしよう。もうすぐだ。影様が来る。それまで優勢を保て。準備完了。撃たれるなよ。気をそらさないと。
我らには明日がある。失敗は許されない。栄光のために。見つけたら撃つ。直ちに。ためらうな。戦わせておけ。移動。俺が弟だ。隠れおって。迅速に動かねば。落ち出しちゃいかん。戦はまだ終わっておらん。クズの侵入を言う。時間厳守だ。危なかったな。我らの運命は我らが決める。よう飲んだ。紛らわしい風でもないぞ。直ちにそこに向かう。足を使うかな。よし、応援はする。やったぜ。おお、手元を狂わすなよ。懐かしい戦術じゃな。さっさと行くぞ。ためらうな。失敗は許されない。臆病者は死に立ち向かえ。らしい忍び目。良い戦略だ。皆の者、名誉のために。それに勝利は我らのものだ。クズめに私を討ち取れるはずがない。なぜ影様は来ない。まだわからぬか。誰も気はせぬ。影様はお主を見捨てたのだ。そんなバカな。影様、奴に名誉はないのか。裏切り者の臆病者め。拙者は大城無限。拙者と貴殿、どちらも名誉ある武士。誰が影様か教えよ。さすれば侍としての誇りある死を与えん。ありがたい話だが、その申し出は受けられぬ。その男の顔は見たことがなくてな。ならば知っていることを教えよ。くそ、三つの同盟があった。ヤブ大名、影様、そして自分で江戸を制圧するための力を集めていた。だが刺客がヤブを殺した。その同盟の目的を聞かせよ。なぜ平和を脅かす。そうか、最後に会ったのは潜伏の野営地。天幕の中に地図がある。そこで奴を見つけられるかもしれぬ。次は我らの名誉だ。しかし最後は裏切りか。影様に名誉などありはせぬ。正義のもとに鉄槌を下そう。平和な世において侍など無価値だ。我ら侍は戦いこそが全て。戦いの中にこそ正がある。なれば平和など。影様はそれを知っていた。だから我らはついていくことにしたのだ。なすべきことをなす。これを取られよ。拙者が解釈いたす。皆が勝人となろう。あーすなおに我を取らめや。また生まれてとらん。あしろがくび。
どうして影様は裏切ったんだ。難しいな。もしおっことの話が本当であらば、影様は手の内にある。うん、なら注意していかんとの。愛子さんはどうしているかな。愛子殿と昇様に再会し、江戸へ戻ろう。上様が次の手を考えてくださるであろう。